陣内横一線。さあここで前へ出たのは畠山洋介、そしてその後飯田和夫が続く。さあ畠山、飯田、そして吉村、そしてその後続くのは氷川貴大、そして田中真之と続く。さあまずはここで、さあ自転車2台分ほど逃げたのは前へ出たのはここ畠山洋介が見る、畠山洋介が見る、畠山飯田和夫が届く。そして吉村俊一が3番手、そしてその後来るのは氷川貴大、どうだ、面白いぞ面白いぞ。さあトップで見えるのはさあ畠山洋介、そしてトップ川先頭、第3位は吉村慎一、そして第4位は金子マロシ。さあ攻めた男秋川隆博、さあ拍手で OK。